はい、ムケ版は、はい、どうも、ムケオです。このチャンネルは私、平成が眠れ、ムケオが、ロレックス正規店で GMT マッサツを購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。一コマ、はい、ムケます。キモコザキの、ねー、はい。はい、お疲れ様です。というとこで、おつむけつるむけーというとこでございます。本日ね、今、正規店の近くいるんですけれども、今からね、GMT マスター2の方ね、買いに行ってきます。今日終わる可能性が高いですね、というとこです。はい。で、その話はまた、後半するんですけども、まずね、昨日私上げました動画に対しましてね、めちゃくちゃ再生されておりますね。ビビった、マジで。どんだけ再生するのと思って。でまあね、もう1日足らずでも2200回ぐらい再生してもらってるんですけども、まあこれはいいんですけど、まあその昨日の内容としましては、そのね、あの新作出た時にその買取相場が、あの平行店の買取相場が暴落するよっていう話を私ライブで受けましたので、それのシェアだったわけでございますよ。で、まあこれについてね、まあどうだったのかと、まあ結局これは本当なのか嘘なのかっていうのは実際わからなくて、でまあ上げてみた結果をちょっと今から言うんですけど、まあね、まあ2200回再生してもらって、でまあいいねが24と悪いねが21と、まあ結局まあどっちかわからんと。でね、コメントに関しましては、まあやっぱね、そういう平行店に売るよりね、個人売買とかでいいんじゃないっていうとこもあるんですよね。でもね、こうやってね、個人売買するとね、やっぱね、これ木刀持ってきたりね、殺虫剤目にぶっかけてね、ロレックスぶち盗んでいくやつがいますからね、そういうクリミナルがいますので、皆さん注意してくださいっていうところでございます。私がね、もしねもうね量とね、起業してもう金が、なくなった際にはね、金目もしかしたら売る可能性があります。まあその時はね、どうしましょうかね。ぜひともね、木刀を持ってない人にね、売りたいなというふうに思います。でまあこんだけね、2200回くらい再生してもらったんですけども、まあチャンネル登録者数増えないね。フォローすればよくない？逆にしないのやばくない？コメントアンチバチコイヤーかポンポポポンポポンって知ってます？これ。これね、 TikTok で流行ってますね。フォローすればよくないっていう、逆にね、っていうのは思うんですけど、まあ別にね、いいですよ。私、別にまがいもんの、フォロワーさんいらないんで、もう今、私登録してもらってるこの400名の方っていうのは、もうこれね、本物なんですよ。だって見りゃわかるでしょ。だって、本当に見ればわかるよって話だよねーっていう、ちょっと TikTok ハマっちゃってるんですけど、だってっすよ。まあ、こんなこと言っていいかわかんないっすけど、明らかに私の何十倍のフォロワーさんが、ね、いる方とそんなにさ、再生してもらってるか、回数がち、変わらないじゃないですか。じゃあもう、そういうことですよ。もう、そういうこと。もう、私のこのフォロワーさんっていうか本物なんです。私もまがいもんいらないんで、今、この登録してくれてる方が本当にありがとうございますというとこなんです。もう本物しかいないっていうのがわかるでしょ？ね、わかるでしょって話だよね、ですよ。本当に。こんなもんね、一つのね、YouTube アカウントなんか10個ぐらい作れるらしいんですけど、そんな10個作ってもらって、ポン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 ってね、フォローしてもらったら、そんなもんね、すぐ100人、200人、1000人行くんですよ。でも違うでしょって。違うでしょって話だよね。そういうこと。そう。だから別にいいんです。私は今後もね、本物の方、をね、集めて、行って、そうやってね、しっかり見ていただいたら本当に嬉しいな、というふうに私は思っておりますよ。本当に、ありがとうございます本当に。おー、ほんとにそれだけですね。はーい。っていうとこでございます。あとね、じゃあ今からね、正規店の方、行ってくるんですけど、今日買えそうですね。やっぱね、GMT の波、これめっちゃ来てますね。私フォロワー様がね、よく連絡くれるんですよ。まあ、コテさんなんですけど。ちょっとコテさんね、マジおもろいからな。この前ツイキャスでダラダラ喋ってたんですよ。でね、まあ、ツイキャスなんてもう10人来ないぐらいなんですけど、まあ、ずっと10人ぐらいの人が見てくれてて、で、まあね、TK さんがね、コメントずーっとくれてたんですけども、今日コテさん来ないな。でも、もしかしたらこのね、10人の中にコテさんいるかもしれないな、というところで、もうまあ、ずーっと喋ってもうね、締めの挨拶をして、ではまたって言った時に、またコテさんがお疲れ来たって言って、来たって言った段階でこう配信切れるっていうね、こういうのがありますのでね。まあそういうね、小手さんも言っていただくので、今ね、GMT の波来てるんですね。完全に波来てるんですよ。キャッチザウェーブでございます。私サーファーですけど、最近全然波乗ってないなっていうところになるんですけど、ちょっとね、今から正規店に来て、ちょっとね、サクッと、GMT メアスター買ってきます。そしてね、
ちょっと激ヤバ情報ね、またこちらフォロワー様の方に教えてもらいました。ちょっとこれについても聞いていきます。これねちょっと言えるかどうかわかんないんですけど、というところで、じゃあそれでは運勢きてのおりあえっときまーす。ムキムキオッケーというとこです。皆さん、あのね、まあ、すいません、今日行ってきました。若熊さんでした。GMT ありませんでした。ただね、それ以上にクソヤバ情報をね、フォロワーさんの方にね、教えていただきました。ちょっとね、お名前出していいかちょっとまだ、聞いておりませんので、ちょっと、その方につきましては、まあ、概要欄についてね、あれですが、本当にね、こういう情報本当にありがとうございます。いろんなね、最新情報を、もう本当ネタの情報量、情報ね、こちらの方ね、助かります。本当ネタの提供していただきました。下のね、概要欄に、その英雄のお名前はね、書いておきますので、本当にありがとうございます。というところになるんですけども、まあ何があったかと言いますとですね、フォロワーさんの方から、ある激ヤバモデルが、廃盤になるっていう情報がありました。あのね、これもね、ムケオさんほどの影響力になったら、これね、すいませんね、街から消えますね。街から消えちゃいますけど、皆さん準備はいいですか、メンっていうとこ。準備いいですか。明日行こう。街から消えるんじゃないですか。このモデルっていう。廃盤決定です。廃盤決定。フォロワーさんから激ヤバ情報ですというところで私いただきました。でね、私言いました。マジですかと。それはマジなんですかと。でも本当正規店さっき行く行きますよって言う前ですよ。そこでそれ聞いて、マジっすか、じゃあ私も聞いてきまーすって言ったら、それで、ね、今行ってきて若熊さんいて、でジムティーありませんで聞いたんすよ。はい、行きますよ、何もったいぶってんのって言うとこでしょ。はい、行きますよ、何が廃盤になるかと言いますと、チェリーニーっていうとこでございます。チェリーニね、チェリーニムーンフェイズ以外のね、モデル、廃盤になるらしいっすよ。多分。絶対多分。いや、でもこれさ、別に、もし間違ってたとしても、もう正規店の店員さんが言いましたから、今、チェリーニは、ムーンフェイズ以外のモデルが、なくなります、廃盤になるっていうのを聞きましたというところを、受けました。はい。これはね、まあ、石店の方言われておりましたと。まあ、今後はね、もう皆様で、確認してもらいたいとは思うんですけれども、これはね、ほんとね、激ヤバ情報で、もしチェリーにね、狙われてる方はね、買った方がいいですよ。もうなくなりますね。価値も上がるでしょうね。知らんけど、っていうとこになるんですけども。まあ、もしね、買われる方は、なんか私がこんな言ったとか、で、動くよりか、まず正規店行って、チェリーニが多分結構あると思いますので、ちゃんと聞いた方がいいんじゃないですか？店員さんに、チェリーニってなくなるんですか？これ私欲しかったんですけど、買いたいんですけど、的な感じでね、言った方がいいと思いますよ。無形用のせいにされても困りますからね、っていうところですね。これやばいですね。これやばいです。なんかね、ホームページとかにも、なんか載ってないらしいんですよ。なんか載ってないらしいんですよね。別にまだホームページにはあるんですけど、言うたら、なんかそういう情報入ってますと。で、もう廃盤になるそうですというふうに言われましたよ。ね。まあ、これでなんか、変な動きしてなんか私のせいとかにはしないでください。一回ちゃんと正規店欲しい方はですね、正規店の店員さんに聞いて、本当に廃盤になるんですか、私が欲しいの、これなんで買いますという形で買った方がいいと思いますよ。本当にね、乗り遅れないで。ね、同じ波は二度と来ませんからね。本当に。で、GMT マスターも2し。GMT マスター2し。それでテンション上がっただけだし。っていうところになりますね。いや、本当に、もう。全然ないなぁ。マジで。もうそろそろあると思ったんだけどね。GMT 結構最近 SNS でも入ってるんですけど、若熊さん、そういう情報ないっすかって言ったら、いや、ないですねって言われて。どんだけないね。もうほんまに。どんだけ買えないね。もう、ワンちゃんバレてんじゃないか、向けよっていうところもなるんですね。ただね、これどういうことなんでしょうね。チェリーニがなくなりますと。チェリーニがなくなります。そうなると、ステンレス作っちゃおうかな、みたいな感じですか。
作っちゃおうかなみたいなロレックス、こう肩ブンブン回してね、するんちゃいます？ちゃいまんの？ねえ、本当に私はそういう風に思いましたよ。ね、そしたら買える可能性上がるんちゃう。でいっぱい作るんちゃうっていうところで思うんですけど、まあ別にいっぱい作られて、別に GMT マスターがね、別にその定価よりもね、もう平行点で安く売られようとて私は買いますよ、絶対に。マジでもうここまで探したんですから絶対買ったるわ。もうね、一本筋の通ったねロレックスマラソンランナーですよ。私は本当にそう言っていただいてますからね。本当にね、スカイドエラーもスルーして、 GMT のコンビクソかっこよくてスルーして、もうそろそろ買いたいよ本当に。もうただもうチェリーニ、今日はその情報ですよ。もうチェリーニチェリーボーイというところで、皆さん頑張ってください。頑張りましょう。そうね、頑張りましょうね。じゃあまた会いましょう。どうせまた動画明日あげます。あとすいません、ちょ告知なんですけど、ちょ明日ワンチャンね、ライブ遅くなるかできない可能性あるっていうところで、ほんまちょっとこれね、ちょっと今ね仕事の関係で、いやだるい、もうそれに関してはっていうところになるんで、はい、すいませんが、ちょっとまた情報ツイッター等であげますので、ね、フォローとかねしてくれたら嬉しいです。インスタもやってますんで、はい、よろしくお願いします。以上です。チェリーボーイ GMT チェリーボーイのムケオでした。ではまた。